こ,こは午後7時と相いなった宮坂殿一旦ご苦労にござったこれよりはビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ先月より毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と記者陽気者の三ページは我ら服部半蔵忍者隊ここに推算 はーさあこうたびはリモートなる術を用いて生放送でお届けいたすのじゃけどもサンペはっ目の周りがじりじり皮膚が何かこの焼かれたような感覚がござるが。いやこたび名古屋城出陣いたしましたがほんにつうござりました。<えっ> <laughs> なあサンペアも熱そうにしとったもんの。もう, <No> もう目の周りが熱くて熱くてあせっせ もう目がダメじゃって思いました確かに三平目開かん言うとたもんな。はもう長いこと目を開けているのがなかなかに厳しいござりました。<laughs> <laughs> おじゃななそれほど熱かったわなやはりなゆえにもう写し絵取っていただく際もう目パチ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 やっておりましたがゆえおそらく半目の写し絵が接したぎょうさんこたび生まれたのではないかなと思っております <laughs> 確かにな<は>おいでこたびあの,の江戸とかの、ま、関東東の方から来ておるものがぎょうさんおったわなはっぎょうさんいました中には修学旅行なる、うんまあ、学び小屋から、うん、この愛知の地に尾張三河の地にやってまいったもので、うん、あったり 本蔵、うん、様は何やら異国の地の者とも相談、うん、を図っておる姿を私に見申したことあるいやもう韓国の者が来てくれてなあ<は>それは楽しかったわなあいやほに韓国の料理の美味しさをちゃんとハングルを用いて使てるのがさすがだなと思いましたそ <laughs> うじゃろそうなんじゃよさすがにござりますそうなん。しかしながらその江戸から来たもの<は>韓国から来たものまあ我がタイのことをまだ知らぬものが。 やはりおったんですもなさよう電波線を聞いておる者たちのためにまずは我がの紹介といこうではないか三平かししままりました、うん、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知武将観光をより一層盛り上げるべく徳川家康様をお支えした服部半蔵正成様を中心に忍びの精徒たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する。 観光 PR 隊にござりまする、うん、日々名古屋城にておもてなし同日祝日には演武忍者賞を行っておりまするうん、こうじゃな現世にては電波線も用いて忍びで文化して愛知を盛り上げてみたい所存であるでは本日のメッセージテーマを発表いたします三平はっこたびのメッセージテーマはお主と 虫との小話ござるじゃあ、うん、やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージリクエストを送るをクリックしお送りくださりませまたメディアス FM の専用アプリよりもメッセージをお送りすることができまする、うん、アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページよりよろしゅうお願いいたしまする、うん、みなよりのやぶみ お待ちしておりまするうんさあ我ら忍びは何としても生きて生きて生き延びて情報を主君に届けてばならぬのじゃそのためには敵に追われた際どんな手段を使っても逃げおせる必要がござる故に我らは遁走術と言われる逃げる忍術を行さ使っておりました おうじゃなまあ例えばこのトンス操術はの木トン遁、トン水トンなどまあ例えば水トンでござれば水の中に潜りて隠れたり火遁トンでござれば、まあ、そのような爆竹のようなものを使って相手を驚かしとる際に逃げたりとまあそのようなものがござったわな。さようにござりまする。まあその他にも人や動物を使って逃げる方法もござりまするし<ん>あとは獣。 虫なども使って、相手を拡覧することもござりました。<laughs> 確かに、そうなのじゃ。例えば虫をの大量に相手に投げつけて、相手が驚いておる際、隙をついて逃げるというような、まあこれは立派な実は忍術なのじゃ。さようにございますね。拙者、うんうん、あのニョロニョロ致したミミズ <laughs> あのもう動きがせしゃ年 <laughs> を取れば取るほどなぜか苦手になり申してあ、ま、ことは幼少期せし全然触ることができたのですがちょっと弱いを重ねるにつれてあのニョロニョロ具合がもうせし <laughs> 鳥肌ゾワガガワワワワとなり申して今 <laughs> <laughs> 投げつけられたらせしゃもう間違いなくひるむと思いまするもしくは失神するわな。 もう失神どころじゃないですな、もう。あ <laughs> <laughs> あ、いやいやいや、そう、失神しとるな、それな。<laughs> 間違いなくな。<laughs> なるほど。様は逆に苦手な虫。<の>いますか。実は、ああ、三平の似とるんじゃけど。は<っ>ム、ムカデー。うわ、ムカデ。ああ<ー>、ムカデはもうあれ、ちょっとわしも苦手なのじゃ、実は。 いやー、あ,<ー>あれもなかなか答えまするな答えるのじゃ<は>まあこのなこの暑なってきたこの季節、まあ、気温も上がって虫が活発になる時期ということで、まあ、お主たちの虫との思い出話をあ聞いてまいりたいと思うわけじゃは皆様よりのやぶみどしどしお待ちしておりまする<ん>ではここで一曲お聞きいただこうと思いまする虫に負けぬように決意を持とうと思いまする アクアタイムズ殿で決意の朝にハットリハンゾン忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートアラウンド八三四サテライトフラッシュこの番組ではもうー南ーからのあメッセージをお待ちしておる本日のメッセージテーマはお主と虫との小話ござるじゃさあこたびあの虫の話が大変に多いゆえに苦手なものはまあ 修行者と思うてな忍から虫を投げつけられても驚かぬ体勢をつけると思うて <laughs> ぜひ楽しみながら聞いてほしいわけじゃさあさあさあどんなメッセージが送られておるかなはっ行さんのやぶみが届いておりまする半蔵様まことか聞いてもらおうではなも修行してまいりましょうそうじゃな <laughs> は。ん。では読ませていただきまする<ん>ラジオネーム特命希望ん。いつも楽しい放送 ありがとうございますうん。虫と主との思い出ですがうん。子供の頃踏むとキュッ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 となるお気に入りのサンダルで雨上がりの庭を元気よく散歩していたところうん。思いっきりカタツムリをお、今でも忘れられませんカタツムリさんごめんなさいあなんじゃ と優しく読ませていただきました川田つぶりさんごめんなさいとのことにございますまあまあ想像できるわななるほどなだってこのものをこのお気に入りのサンダルじゃったと思うんじゃけどももうお気に入りのサンダルになったじゃろうなこれでどうなんでしょうかの。どうなんでしょうかの。なるほどなまあじゃ。しかしながら虫はやはり小さきものが多くござりまするがゆえにそうじゃんなうん なかなか、もう、まきびし踏みよりせっしゃちと残酷じゃなと。まきびしより気づきにくいやもしれんな。さようにございます。ああ、おうじゃよな。まあ、やまとかなかの。ほです。な、よしと。なかなかの修行をされております。るあ、おうじゃな。おうかおうか、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて、ラジオネーム、マスどの。こんばんは。初めてメッセージを送ります。ありがとんじゃ。 虫との小話ありますよ、うん、夜寝ようとしたら壁に1 0センチくらいの大きめな雲がいました<う>虫系がとても苦手な私はそのまま寝ることはできないし<う>掴んで外に出すこともできない<う>体重のスプレーもないし、うん、そもそも悪い虫じゃないから殺傷はしたくないし悩んだ私が取った行動は説得でしたよき。 窓を開けてからしっかり雲を見つめて「あなたの居場所はここじゃない外の匂いがわかるあっちに行くんだよ」と話しかけました <laughs> きっと伝わったのでしょう10分ほどかけて無事に外へ出て行ってくれて私も落ち着いて眠りにつくことができましたなるほど移動中も「そうそうそっちだよあと少し<ん>そっちは逆だよ」 と応援を頑張ったのはいい思い出です <laughs>、うん、動物園や水族館では生き物に話しかけるタイプなので、うん、日頃の鍛錬の成果で虫とも話ができるようになったのかもしれませんねとのことでございます <laughs> これは見事じゃあっぱれいやこれ素晴らしいですな素晴らしいまあ、クモは駅中と言われておるんだよな<あ>あそのものをしかと説得して摂取をせずに外に出してあげたという いや、もう苦手と言っておる中で、雲をちゃんと見つめておる。うんうん、もう、これは素晴らしいなと。ああ<ー>。うん、これ雲にも伝わったじゃろうな。はあ、もう、拙者じゃったら、すぐもうみ、み見て見ぬふりしまする。るいやあ、お主、目をそらすか。はもう、あ、おった、あ。あ、なるほど、じゃあ、お主は、もう屋敷の中に現れても、放っておく。立か。いいえ。え。見て見ぬふりをして。<laughs> うん、覚悟を決める時間がございまする。ほうほうほほ。その後に拙者は手で優しく添えて、あ、鳥肌ブワーってなっておる中外にピャッと逃がしまする <laughs> 拙者は。あ、なるほどな。歯<は>、同じも立派な修行を積んどるではないか。歯もう常に鳥肌と戦っておりまする。鳥肌とだ、よ戦って、雲と戦っておるんじゃなくて、なく鳥肌と戦っておるんじゃなもうあのゾワゾワ具合がもう耐えられませんのな。<laughs> その光景見たら面白いじゃろうな。 見てみたいわな。く、もう一人。いやそうじゃよな。いつも冷静な三平かな。見てみたいわ。もう恐ろしいございます。いや、しかしながら、お見事にございます。見事。うん、ありがとう。いや、ぜひとも、この調子で、積んでてほしいですな、修行。おうじゃな。うん。続いて。うん。ラジオネーム、ういちろうどの。うん。服部半蔵忍者隊の皆様、こんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマですが。 虫との小話と言われるとちょっと困ってしまいます。うん、というのは虫は大の苦手で、うん、例えば「5のつく虫が現れた場合 <laughs> 僕が固まっている間に妻が仕留めてしまうかもっとも今の家に引っ越してから4年間「ご、うん」 のつく虫を家の中では見ていないですねとのことにございます <laughs> だってこのウイチロー殿の性質がえらいもう一線を放ち続けて守っとるんじゃろうなこの屋敷を <laughs> さようにございますもう <laughs> このものはもう守られております <laughs> 素晴らしい性質を持ったなこのものいや守っていただけるものがおるというのは素晴らしいですな、うん、これ心強いわな いや、心地ようございまする。るあ、ええー、ええー、性質もった。ああ、そこに感動いたしたわ。ああ。半蔵様は、うん、万が一、五が現れた場合、どうされまするか。わしも、わしも、一度目をそらす。刹那い。ああ、やはり。うん、ほいで、すっとすぐ見て、行方を追いながら、何か、この、入れ物をつこうて、閉じ込めて、外に逃がすわな、わしは。うん。 そのように出す。なるほど。ああ、入れ物使うの確かにええですな。さよ、あまり手で触れたないでな。それは間違いのござりまする。そうなのじゃ。だって物使これから皆様も物を使ってみてくださりませな。ああ、ぜひな。ういちろどありがとうございまする。ありがとうございまする。うん。では半蔵様続いて。うん。ラジオネーム。うん。千田市の伊藤殿の。お。小幡チワンダ。 たこのご挨拶を宮坂さんの番組でも使ってみていますお<ー>さてお<ー>虫との小話先日の夜カップ焼きそばを食べた後使用、うん、後のソースの袋が、うん、後ほどゴミ箱から床に落ちていましたお<ー>そこにお<ー>大群のアリです。あ<ら>ソースの袋を拾い 手をアに向かって振り上げると<う>さーっと素早く全軍が去っていきました <laughs> 頭の大きな軍隊アリもいたようなうなんだかこのアリたちとは仲良くやっていけそうな気がしましたとのことにございます解決 <laughs> <laughs> もう仲良していけるならええわいやこの大軍のアリもなかなか手だれですなそうじゃな しかと退却していくという、この見事な采配を見せたんじゃない。この軍師は、蟻の中の。<laughs> いや、さようにございまする。る <laughs> なるほどな。じゃあ、このな、すまあまあ、ゴミはなし。かとも、すぐこの匂いが出ぬようにとか、す,すると、ええー、というな。もう、この千歳の伊藤殿から学んだわな、これはな。 もう会わぬためにさまざまなもう工夫をしなければならないということですな。いやそうなんじゃそういうことなのじゃ。そうか。なるほど。か,かしこまりました。うん、いやお見事にございますうん。仲良くいたしてくれ。は。<笑><笑>ありがとうございます。では続いて。うん、ラジオネーム。こ、うん、とみとはやてどの。うん、半蔵様、忍者隊の皆様、こんばんは。こんばんは次野。今回のテーマ、虫。虫が よよりり、うん、ピーマンより苦手なのですまことかもう15年くらい前ですが、うん、まだ旦那と付き合いたての頃、うん、友達カップルと夜の防波堤に初めて釣りをしに行きまして、うん、オレンジ色の薄暗い街灯しかなく、うん、足元がよく見えなくて、うん、地面ボコボコしてるなぁと思ったら <laughs> 足を出すたびに。 足元がもぞもぞしていることに気づきああ <laughs> よく見たら大量の船虫が一斉にぶわーっと動いているそれに驚いて焦っている私をゲラゲラお腹を抱えて笑っている彼を見て「この金づち男海に突き飛ばしてやろうか」と初めて殺意を覚えたデートが懐かしいですあらその後 4,5時間ほど駐車場の車で一人待ち続けましたうん日曜日名古屋城に行きます、うん、お会いできるのを楽しみにしておりますとのことにございますありがとうさんじゃいやいやこれもうええ思い出ではないかこれはそうですなええもう一生残る思い出じゃんこんなもんないやこんな濃厚な いびきしたいですなそうだ、ね、いやいや濃厚すぎるばなこれな <laughs> いや思い出に残るほどの濃厚なのええなと思いましてわしもこれあれだったらわしも笑ってしまうわこれうん。同じ状況は <laughs> <ー>半蔵様海に突き飛ばしてやろうかそうじゃそうじゃそうじゃもう突き落とされる男になるわしはな <laughs> あ突き落とされる <laughs> そこで違う笑いを生み出すわけですね。そういうことじゃさすがにござりまするあことみたいれてるなありがとうございましありがとうございましたうんでは半蔵様続いてうん。うん ラジオネーム陽気なひまわり殿。うん。半蔵様、三平さん、こんばんは。こんばんは、ちゃ本日暑い中の任務、お疲れ様でした。うん。虫との小話。うん。今朝4時半過ぎ、うん、気持ちよく眠ってる時、耳元で蚊が飛ぶ音がし、目が覚めてしまって、うん、退治しようと思っても、蚊の姿はなく。うん、諦めて眠ろうとすると、また耳元で。 蚊が飛ぶ音がして結局朝まで起きる羽目になってしまいましたこんな時皆さんはどう対処しますか、うん、私は今日仕事終わりに薬局によってワンプッシュで蚊がいなくなるスプレーを購入しようと思いますとのことでございます、うん、なるほどこれ三平子のようなことござるかこれはもうおそらく皆経験しておるのではないかのと思いまする魔法じゃなあ。<は>わしもござるんじゃけども もうわしはのろうそくを真っ暗なこのとこに大抵の壁に反映させるのじゃ、光をああなるほどああじゃあその光に来たこの顔を仕留めるというなあ,あ,あー光を活用するわけですなさよさよさよ光をもう真っ暗の中でなうん光をさすが半蔵様一歩先を行きまするなうんまあ何言うかと思うとわしもこのようなことがたびたび起きるからじゃは <laughs> いや拙者はもう歯音が聞こえもうしたら、うん、もうまず明かりすべてつけもうしてうん、うん もうロウソクパパパパって立てまくりもして、うん、こう明るくなった屋敷で歯音がするのをあえて待ちまする、うん、おお、なるほどもうクサーのターンにございますもう全集中でございますなるほど,ななるほど刹那のごとく打ち取るわけじゃんあうに接はもう長期戦でももう関係なく戦っていきますまあそうじゃなこれはストメント寝れんだよな いや、しかしながら半蔵様のやはり短期戦に向いておる形が良いかなと思います。それが故、ぜひ試してみてくださります。あ、ぜひみんな、試してみてくれ、よろしくお頼み申す。<は>さあさあさあ、まあ、見ながらな、この虫の小話聞いたわな。やはり。苦手なものが多いということを、わしは、まあ、改めて知ったわな。わしも一応、<は>一度の、まあ、このような経験はござってな。まあ、野崎が好きで、このように火を焚いて、まあ、ゆっくりしとったら、の、大スズメバチがわしに向かって飛んできた。じゃんおで、余計を持って、後ろに退いて。 たらまあ後ろに川が流れておってそのまま橋は落ちていったというな。<laughs> <laughs> 川に落ちていったというまあ苦い思い出があるんじゃなな。るほど<ー>なかなかな経験をされておりまする半蔵様。そ,そうなのじゃ。<laughs> ゆえにな皆もな後ろに下がる際は気をつけるのじゃ。えそう。まあなまあ気分をな変えるためにもまあここで一曲皆に聞いていただこうと思う。このものの歌は。 無視できぬ。マドンナ殿でセレブレーション。虫と虫かけましたな。ビートアラウンド八三四サテライトフラッシュ。午後七時から三十分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが。そろそろ、終いの告なのじゃ。いやー、こたび産行産しよういたしました。そうじゃな。あ、あこれでまた強くなった。 さあ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 こたびは虫にまつわる思いえ出話を聞いてまいった。まあまあ万が一危険が差し迫ったときには虫でも何でも身の回りにあるものを相手に投げつけるだけでも逃げ道が開けるゆえに身を守る術として一つ覚えておくと良いかもしれぬな。このように毎週忍びに関する知識を交えながら楽しく皆と交流してまいるでよろしゅうお頼み申す。 さてこたびの放送を聞いて忍びに興味が湧いたよちゅうものぜひとも服部半蔵忍者隊で検索をかけてみてくださります。さすれば我らの電子版ホームページに出陣情報がござりまする。またそのほかにも TwitterInstagramYouTubeTikTokFacebook などなど。 各種電子網を通じ我らのかっこいい忍びの姿でござったりまた我らの任務の様子を発信しておりますのでぜひともご覧くださりませ<ん>なおこの度行さんの方からやぶみを頂戴いたしましたが時間の都合上全てを紹介することができなんだん故にラジオネームだけでも紹介させていただきまする<ん>黒猫トマト殿<ん>トマト殿

ぎょうさんのメッセージ誠にありがとうさんじゃったうん、ありがとうござったでは来週のメッセージテーマを発表いたす来週のメッセージテーマは鍛えるとしたらどの部位を鍛えたいじゃメールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからまたメディアス FM 専用のアプリよりもお送りすることができまするうん 皆からのメッセージをおお待ちしておるそれではこの後は再び宮坂好み殿の「ビートアラウンド834」でおたすお楽しみあれ <laughs> 来週のこの時間にまたお会いだそう <laughs> ここまでのお相手はは部半蔵忍者隊の服部半蔵と拙者「陽気者のサン」の三平でアカー最後はこの曲にてドロン楽しい気分はやはり曲からもらいたいですな。<ん>再度ので ざざっっととあれわし口の中に虫おった今いましたなそこを鍛えてまいりましょう <laughs> あ